谷口義彦監督、皆様拍手でお迎えください。出演、川本三吉さん、お願いします。渡辺彩子さん、そして内田修作さん、お願いいたします。それではまず監督から順番に今日お越しいただいた皆様に一言ずつご挨拶をお願いいたします。監督の谷口と言います。今日は遅い時間にもかかわらず集まっていただきありがとうございます。今日はよろしくお願いいたします。お父さん役やった川本三吉です。こんなキラキラしたとこに連れてきてもらって改めてありがとうございます。今日は遅い時間ありがとうございます。よろしくお願いします。こんばんは。キキちゃんの元担任の高妻先生役を演じました渡辺彩子と言います。今日はありがとうございます。何でしょう、こう一方的に話すんじゃなくて Q&A トークということみたいなので皆さんとお話しできる貴重な機会楽しみにしています。よろしくお願いします。こんばんは。本当に夜の遅い時間に来ていただいて映画を選んでいただいて本当にありがとうございます。三吉さんの家に殴り込みに行くお父さんの役でした。内田修作と申します。今回はもう一つの熊を待つという作品でも東京国際映画祭に参加させていただいて本当に感謝しております。今日はよろしくお願いいたします。まずこの作品を、作られた本作監督の長編2作目にあたるかと思うんですが、制作された経緯をお知らせ教えていただけますでしょうか。そろそろ撮りたいなみたいなふうに思い始めた時に、企画をなんとなくふわっと考えていて、なんとなくこう、ストーリーのあらすじみたいなものがと人物のキャラクターみたいなものができた時に、たまたま僕が教えているプロダクションに所属している、子どもたちに演技のレッスンを講師として、行ってたの でそれを講師としても2年ぐらいか 2,3 年ぐらい経ってきて、初めに小学生だった子が中学生になっていたり、そろそろこう言ってることをこちらが教えてることがこうちゃんとできるようになってきたりっていう実感も少し湧いてきたところで、何か一緒に形にできないかなっていうのがあって、今回のキャスティングとして、こうハマる子というかを、選ばさせてもらって作ったっていう経緯ですね。じゃあまずその子役の方々というかと一緒に何か作品を作ろうというところからこの物語を着想されたでしょうか。そうです。それは勝手に僕が思ってただけなので、あくまでも僕が企画してこう台本を作ったんで、これでみんなでやりてませんかっていう感じでこう持ちかけたというような形ですね。お願いします。素晴らしい映画ありがとうございます。そして美人先生に質問しようと思ったんですが、あえて監督に質問します。この映画はですね、もう非常にもコントラスト感が素晴らしい映画だと思ったんですよ。もう親切な環境、親切な家庭環境、友達も親切、もう地域の方たちも親切で、そして援助交際とかやっている おじさんにもこうなんかちょっと人情味があったりとか、あとは殴り込み、娘にキックボードでちょっと脅されたお父さんの怒鳴り込み方も理性的ですし、本当にも決定的な悪い人が一人も出てこないんですけども、なぜかお父さんが精神的に歪んでいて生きづらそうっていう、それでちょっと子供もちょっと生きづらそうにしてるっていう、このコントラスト感がすごい素晴らしいと思ったんですけども、監督ってこうやっぱりこう映画を作るときにコントラスト感を表現したいと思って映画を作られたのでしょうか。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。
まあ、コントラスト感をつけるっていうのはそこまで意識はしてはないんですが、ただまあ登場人物をこう作っていくときに、まあ、この人は悪い人なのかいい人なのかっていうのは判断が僕にもつかないというか、どこをもっていい人悪い人って判断してるっていうのが、まああんまりそう決めつけれないなっていうところが根本にあって、で別に全ていい人にするわけでもなく悪い人にするわけでもなく、その時のタイミングどっちにもなり得るという部分があるとずっとあるので、まあ、それでそれを考えからまあ人物をこう作っていくとああいう形になってくるっていう、まあ、そこはなんか自分でも判断できないっていうのがまあ正直なところっていう、この人が悪い人だって言えるのかっていうところがまあはいありますね。はい、ありがとうございました。ちょっとところどころあのドキュメンタリー見てるような気まずさってこともあの感じたんですけれども、お話の中でその監督が実体験としてこれまで通ってきた中でその出された部分シーンとかがあれば教えていただきたいのと、あの出演者の皆さんもご自身の役の中であのすごく共感した部分とかもしくは逆に理解できない部分とかがあったんだったら教えてほしいなと思いました。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあまず監督から。はい、まあ実体験というか、まあ、実体験というのもいくつかあるんですが、まあそもそもそのお父さんと娘の関係性っていうのも割とそう自分の父との関係性というか、を結構こうヒントにしてるっていう状態っていうか、母が亡くなってからの関係父との関係性みたいなものが少し反映されてるっていうかところはあります。あと、担任の先生が、まあ、頑張って、こう黒板にいろいろ努力をして授業を楽しくしようと頑張っているシーンがあるんですけども、まあ、なかなか生徒には響かなくて、まあ、ちょっと絶望的な、場面が描かれてはいるんですけど、まあ、あれは、まあ、僕の中学校の時の実体験というか、それを割とそのまま何か反映してるっていうところはありますね。はい、ありがとうございます。では川本さん、はい、お願いします。僕うつ病、まあおそらくうつ病とは言ってないですけど、ちょっとうつ病っていうかあのちょっとひどい病気にかかっているお父さんの役なんですけど、まあ実体験としてはまあそういう経験はないんですけど、でそれをまあそのまあ嘘になるじゃないですか、まあそれが映画なんですけど、まあしょぼくれて寝てただけというか、あので本当にしょぼくれて寝てたら本当に具合悪くなって、であのインフルエンザみたいなのにかかって、であのもう子供とか全員にうつして、その撮影の時にですか。あ、撮影の時で、はい、突然マイクつけてます、マスクつけてましたもんね。あ、そうでしたね。あれ本当にやばい時で、でそのクラスターみたいになっちゃって撮影もかなり長いこと止まっちゃって、はい、本当につらい。そうなんです。すいません、もっと面白く喋りたかったな。いや、とんでもない、とんでもない。でもそれはかなり衝撃的な出来事でしたね。僕はそれで、はい、人生初めてインフルエンザになったんです。ああ、そうなんですか。なったことなかったんです。あ、初体験。すいません。はい。あ、なんか質問とちょっと違う。でもその経験と、はい、その役の、はい、役との共感する点。あ、そのなんていうんですかね。西口さんがそのもう素晴らしくて、うん、あの千百合さん、千百合さんが主人公のキキを演じていらっしゃる西口さん、はい、まあ、何があってもお父さんを守るっていう目で、うん、ね、そのもう僕本当しょぼくれて寝てただけなんですよ。あのもうすごい引っ張ってもらって、うん、はい、こんなとこまで連れてきてもらいました。あの、はい、先ほどのコントラストって言葉がぴったりというか、はい、あのキキちゃんの
あれだけお父さん最初でも最初に布団をこう剥がそうとするのお父さんじゃないですか、うん、はい、でもそのお父さんの布団をキキちゃんがこう剥がして連れてこうとするっていうコントラストというか、はいはい、こうで先ほどあのドキュメンタリーっぽいとおっしゃったんですけど、うん、あの最初にやっぱりこう家族を構成していく上でその本撮影に入る前に結構いろんなとこ行ったんですよ。あ、一緒に家族として、はい、家族の人たちと、まあ、クリスマスの時にちょっと楽しんだり、あ、まあ、正月 の、 そのおみくじのとこあれ使われてましたけど、 あれはじゃあそういう、はい、そうですね。で、どんどん、まあ、子供たちもめちゃくちゃこの、うん、なんていうんですかね、来てくれる子たちだったので、うん、もうすぐ仲良くなって、うん、であの死んだお母さん役やって出た中田いろはっていう役者なんですけど、はい、僕プライベートでずっとパートナーで、あ、そうなんですか、はい、だからもうすごく、まあ、そういうのも含めてあのやりやすい環境を作ってもらったっていうか、はい、そういった感じです、じゃあやっぱりその空気感が、はい、さっきおっしゃったドキュメンタリーのような空気感というか、はい、本当にお子さんたちがみんな自然なんですよね、はいはいはい、だから多分、うん、あそこら辺は脚本にないっていうか、うん、自由に喋らせてるっていうか、うん、子供たちにだそういう風に映ったのかなと思います、うん、で本当に監督の演出とその準備との、そうです、ね、生きているところというか、はい、まんまと、うん、まんまとやられました、ね、ありがとうございます。では渡辺さんお願いします。はい、はい、あのスキップシティ映画祭の時にもあの劇場で見てそれぶりにまた久しぶりに見て、はい、うん、ちょっとなんかいろいろ頭考えながらなんであんまりまとまってないかもしれないんですけど、共感っていうかなんかやっぱりそのこの作品大人がみんなすっごい頼りないなと思って、そうですね、うん、で本当にその中学生とか子どもたちがすごく別に強くあろうとしているわけじゃないと思うんですけど、なんかそのまま生きてる彼ら、うん、彼女たちがすごくたくましく見えるなって思ったのと、私の役って結構多分お客さんどう思われたかすごく気になるところなんですけど、うん、結構その関わり方が割と特殊というか、うん、だなって思いながら撮影の時入る時も谷口監督にどういうことですかって、うん、結構いろいろ質問したりとかもしたんですけど、うん、はい、その教師としてうまくできなかった彼女が、うん、多分彼女自身もその昔受診してたって言ってたんで、お父さんにお話しするときに精神的にも少しちょっと多分弱い人だと思うんですけど、なんかそのキキの家族に関わっていく時間がこう経つごとにちょっとどんどん生き生きしてるなっていうのが、はい自分でこう映像で見てても思って、なんか弱い人だなと思うけど、うん、その心の拠り所にしたいもの、それになんかしがみついときたいみたいな気持ちってきっと多分誰でもあるから、そういうところをこうはすごいわかるなっていうか、行動の仕方とかはちょっと結構わかんない、あの生ゴミ詰めるとかやばいやつだいぶだからさすがにしないですけど、うん、なんかその心情部分みたいなのはすごいわかるなって思いながら、うん、はい、参加してました。あの最初にそのいろいろ申請したらどうですかってこう、うん、あのお話をしに行った後に、うん、お掃除とか始められるじゃないですかあれも結構突っ込む人なんだと思って、そうなんですよね、あそこでちょっとびっくりしたんですよね。なんかこう言葉はうまく出てこない、うん、そのパッて言えたりとかしないのに、うんうん、めっちゃ行動的というか、ね、バランスが下手くそなんでしょうね。でお父さんもちょっと押されてて あみたいな、うん、でもその後のその助け方というか一緒にご飯を作ったり、じゃあ明日一緒に作ろうかって言ってみたり、うん、そのすごい自然なんですよね、そう振る舞いというか。でも多分なんかその部分とかもすごいあの谷口さんとお話してたんですけど、助けようと思ってやってるんじゃないというか、どちらかというとなんかそれをしてる自分が安心できるみたいな、
部分があってやってるのかなって、その表から見たら大人が助けて手を差し伸べてるように見えるかもしれないですけど、多分彼女自身もキキたちの存在に助けられて、こうこんなが、こんな感じ、両方こう相互関係というか、かなって、はい、でお話いただいたのが、あすごいなるほどって思ったんですよ。ありがとうございます。はい、ではありがとうございます。内田さんお願いします。はい、私の役ってなんていうんですかね、川本さんのお父さんと若干表裏というか、あの立場が違えば同じことになっているような感じもするような役で、でなんていうんですかね、単純にこう映画の流れで見ると殴り込んでくるちょっと嫌な人なんですけれども、やっぱりそういう人っていう風に見えちゃうと全然面白くないです。やっぱりそういう意味でなんていうんですかね、娘のことが心配なんだ、で娘のことが心配なのはいいんですけど、それで被害者になっちゃうからああいう行動になっちゃうっていう、だから見てると、この映画見てるとみんな大人はどっか被害者の意識があるんですよね。でだけど若い子たちは今から自分が生きることが先に立ってて、だからこう自分たちも勇気がもらえるというか、なんかそういうことも含めて、まあ僕はもう単純に自分もお父さんなので、あのこう息子に対しての思いっていうのを強く持ってその場にいると、ああいうことになりましたという感じです。ありがとうございます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。では次質問のある方、あ、真ん中で勢いよく挙げてくださった方に、はい、お願いいたします。すごく面白い、あの好きな映画です。あの聞きたいのが、子どもたちと協力してというか、子どもたちをメインでっていうふうにおっしゃってたと思うんですけど、作っていく中で子どもたちの意見とか考えとかを参考にして、こうストーリー脚本変えたりとか、そういったところはあったのかなっていうところと、あとまだもう何度も見たい映画なんですけど、上映予定とかあったりしたら教えてください。ありがとうございます。では谷口監督から、はい、お願いします。まあその台本のセリフがあって、まあ、中学生のキキであったり、中学生の役に関しては台本をがあってセリフを、まあ、とりあえずはさっきそのテストをやってみるって感じの中で、まあ、割とその中でこう変えていくみたいなことはやってたんですけど、まあ、小学生に関しては、まあ、台本は渡さずに、まあ、こう口伝えというか、なんかこうこういう感じでみたいな感じを言いながらあのやってたっていう感じなので、おのずとその子たち、まあ、自分やったらどうするみたいなことを言いながら、こういう場面やったらみたいなことを言ったりしてたので、まあ、おのずとそういう自分たちの、まあ、俳優たちの意見っていうかは、まあ、入ってくる、来てるかなっていうところで、まあ、ラストのあの走っていくシーン2人が、ここに関しては元台本がもちろんあったんですけども、なんかテストをやってみてもう一つ台本通りなんかしっくりこなかったっていうか、でセリフを一回全部変えて、でその場で考えたり、前の日に考えて次の、まあ、3日後にもう一回ちょっと一回テストしてみようみたいな、前日に考えたやつをその場で渡したり、で動きもこう、あ、最初は歩きながらじゃなかったのかな、台本では歩きながら言ってみようとかで、最後走り出してやってみようみたいな、あの友達の方も一回走ってみようかみたいな感じでやってて、その時に出てくる言葉っていうのは、あの結構彼女たちから出てきたセリフやったりしたので、
あそれ今のが面白いから今のでいきましょうっていうような、だから結構ラストシーンに関しては、あの歩き出してからのセリフとかはもう彼女たちの、まあ、意見というか、うん、言葉というかは反映されてるかなっていう感じですね、はい、ありがとうございます。次にあの見られ作品を見られる機会、あの上映の予定と、あと、まあ、公開の予定がもしあるのであれば、はい、はい、あの12月、あ11月にとは、まあ、ちょっと別の映画祭とかでもかけていただける、ことが決まっているんですが、で12月はちょっとまだ確定はしてないんですけど、まあ、東京の方で、1回か2回か上映する予定がちょっとあるんですが、まあ、そこら辺はちょっと詳細が決まったらまた、発表したいなと思うんですけど、で公開に関しては一応来年の夏に、東京からスタートする予定で今動いているので、まあ、それもあの日程が決まったらまたなんかお知らせしたいなと、はい、何かこうここを見るとあ情報が分かるよっていう SNS ですとか、そういったあそうですね、ございますでしょうか、うちの、まあ、会社というかベリロリフィルムの、はい、X ですか、X、はいはい、があるので、うん、はい、ぜひ検索して、はい、あのご注目いただけたらと思います、はい、よろしいでしょうか、ありがとうございます。